これより手術を始める。メス。はい。これはナスだ。医学と応急手当です。ちなみにこれ私が中学校の時に考えた技能解説編パート3は医学と応急手当。これらの技能は非常によく似た技能です。なので本パートにてそれぞれの技能について、そしてクトゥルフ神話 TRPG における治療についてじっくりと解説していきます。まずは応急手当。傷を負った際に緊急でその傷を回復させられます。切り傷や擦り傷、骨折した手当、やけどなどなど、専門的な知識を必要としない傷に対して治療ができます。回復量は 1D3。 そして医学、治療はもちろんちゃんとした医療知識があるので、事故による大きな怪我や病気、毒なども治療できます。回復量は同じく 1D3。 またこの回復に加えて自然回復する量が増えます。ルールブックでは元より動物の自然回復力として1週間経過すると何もせずとも 1D3 耐久力が回復するというルールがあります。この回復量が医学による回復を受けたものは 2D3 になります。さらにこの技能が高いということは医療知識があるということになるので、探索にもこの技能は役立ちます。死体を見て死因を調査するなどの行為ができます。これだけ聞くと医学は応急手当の完全上位互換であるように聞こえるでしょう。というわけでここからは応急手当のメリットを解説します。まず初期値が違います。医学が 5% なのに対し応急手当は 30% もあります。初期値でそのまま振っても成功する確率が高いのが応急手当です。ポイントを少し振るだけで成功率も高くなるので、そこも良いところです。そして技能を使用する際の道具の有無。応急手当は緊急で身の回りのものを使って治療します。心臓マッサージや人工呼吸がこの技能の行動にあたるので、道具が一切なくても使用できます。医学は救急箱や医療器具などを使用して専門的な治療を行います。応急手当は特に道具は気にしなくていいのが良いところ。6版のクトゥルフ神話 TRPG の応急手当のいいところといったらこれくらいでしょうか。他にも何かあったらコメントください。そしてここからはクトゥルフ神話 TRPG における治療についての注意点。応急手当や医学は一つの傷に対して1回だけ回復することができます。どういうことかというと、例えば1回の攻撃を受けて4のダメージを受けたとすると、1回攻撃を受けたので1回だけ治療による回復を受けられます。2回の攻撃を受けて4のダメージを受けたのなら2回治療を受けられますといった感じで、怪我の数だけ治療できるということです。技能に失敗しても成功するまでダイスロールに挑戦できます。技能に成功して耐久力が回復するという一連の流れが1回とカウントされます。以上が医学、応急手当、そして治療についての解説でした。だんだんこの TRPG のややこしいところについての解説が増えてきました。何か補足した方がいい内容や質問があったら、ぜひコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは TRPG に関する解説動画やリプレイ動画を投稿していく予定です。面白かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回。じゃあねー、バイバーイ。